佐賀の観光鉄道佐賀の観光線佐賀の観光線は、京都府京都市右京区のトロッコ、佐賀駅から京都府亀岡市のトロッコ、亀岡駅までを結ぶ佐賀の観光鉄道の鉄道路線である。日本初の観光専用鉄道である。1989年、平成元年3月に電化準備及び複線化のため新線に切り替えられて廃止された。 西日本旅客鉄道、JR 西日本三人本線佐賀駅、馬堀駅間の急線を、1991年、平成3年4月に、トロッコ、佐賀駅トロッコ、亀岡駅間の観光専用鉄道として再生した路線である、JR 西日本が線路を所有、JR 西日本の子会社である、佐賀の観光鉄道が運営し、無害貨車から改造した客車と、 ディーゼル機関車を動力とする列車で運転される。両端駅に機関車を付け替える設備がないため、どちらの方向に運転される場合も機関車は、トロッコ、佐賀駅より二結され、機関車と反対側の先頭に連結される客車には、機関車を遠隔制御する運転室がある。開業前、年間輸送人員は22万人程度と予想されて、いたが、沿線が、 観光資源に恵まれていたことに加え、営業努力も実り、初年度は69万人を輸送、その後も好調に推移し、2013年、平成25年以降は年間輸送人員が100万人を超える人気路線となっている。1989年、平成元年3月に、JR 西日本山陰本線佐賀駅、馬堀駅間が、 電化準備及び伏線化のため新線に切り替えられ、1899年、明治32年開業の急線は廃線となった。一方、JR 西日本社内には、経営基盤確立を目的とした、全区別経営改善推進チームが1987年、昭和62年11月に設立されており、三位本線については急線を活用した。 活性化が検討されていた。急戦は、車窓景観が良かったことから、京都の新しい観光資源として、復活の要望が京都府を中心に強く、JR 西日本車内で検討の結果、事業化に取り組むことが決定。1989年、平成元年11月に、JR 西日本車内に、佐賀の線プロジェクトチームが発足し、 運転再開に向けた準備が始まった。運営母体となる佐賀の観光鉄道が JR 西日本の100%子会社として1990年平成2年11月に設立され、同月末に鉄道事業免許が交付されている。開業日が翌1991年平成3年4月に設定されたが、廃止以来使用されていなかった線路を短期間で整備するため、 社員全員で、レールや枕木の交換、草刈りなどの作業が行われた。トロッコ、佐賀駅トロッコ、亀岡駅間 7.3km の運行は1991年、平成3年4月27日に再開され、年間利用者数は22万人程度と見込まれたが、開業初年度の利用者は予想の3倍となる69万人超を、記録た。百九十二年、 平成4年から、社員の手で沿線に桜、松などが植樹されたほか、試験同時に噴した社員が乗り込むパフォーマンスの実施。2005年、平成17年からは紅葉の季節の最終便では、ライトップなどの集客策が取られている。2013年、平成25年には、年間乗客数が100万人を突破。2010年代以降は、日本国外からの団体客の利用も目立ち。 ツアーに組み込まれることも増えている。観光シーズンには当日券が午前中に完売するほどの人気路線となり、2015年、平成27年には年間123万人を輸送、乗客の1、3を日本人以外が占めている。2015年、平成27年12月から、当期は3号車、4号車の座席を一部撤去し、 ダルマストーブを設置したストーブ列車として運行されている。路線はトロッコ、佐賀駅を起点とし、山陰本線を約900メートル走行した後、小倉山トンネル手前で分岐、トンネルに一部かかる形で設けられたトロッコ、嵐山駅から急線に入る。トロッコ、佐賀駅トロッコ、嵐山駅間は、駅構内を除き、トロッコ、佐賀駅発、 トロッコ、亀岡駅発とも、山陰本線の下り線を走行する。急線は、保津川に沿って進み、2カ所のトンネル、1カ所の鉄橋を越えたところに、トロッコ保津橋駅がある。途中の保津川橋梁までは、保津川砂岩、以降は終点まで保津川岸を走行する。トロッコ保津橋駅から大小6カ所のトンネルを越え、山陰本線と合流する直前。 馬堀駅から約500メートルの地点が終点トロッコ、亀岡駅である。途中3カ所で山陰本線の元を通過する。全区間が JR 西日本山陰本線に属し、佐賀の観光鉄道が第二種鉄道事業者として列車を運行している。トロッコ、佐賀駅トロッコ、亀岡駅間の折り返し運転で、休日、降落期の続水曜日と冬季が運休する。 トロッコ、佐賀駅トロッコ、嵐山駅間は、山陰本線の下り線を走行するため、開業から九百九十四年、平成六年までは一部列車は、トロッコ、嵐山駅トロッコ、亀岡駅間の運転となっていた。機関車一両と客車五両で運転されるが、両端駅に機関車を付け替える設備がないため、機関車は常にトロッコ、佐賀駅寄りに連結され、 機関車が最後部になる際は、先頭となる客車に設けられた運転室から遠隔制御される。運賃は均一性で、開業時は大人600円、小人300円だったが、2014年、平成26年4月以降は大人620円、小人310円となっている。座席は全席指定で乗車1ヶ月前より JR 西日本の 主な駅の緑の窓口 E5489 日本全国の主な旅行代理店で販売される。座席に余裕がある場合は当日券が発売される。5号車ザリッチは好天時には座席が濡れて乗車できないため当日販売のみとなっている。指定席が完売した場合は号車指定の立席券が枚数限定で発売される。乗車券の購入は 現金の他に、窓口のみではあるが、アイコカキーとかスイカパスモとかマナコシゴカニモか、早か県は利用できる。ただし、アイコカ電子マネーとしての導入であるため、相互利用している、交通系、IC カードの電子マネーのうち、ピタパは利用できない。JR 西日本から譲り受けし、塗装などを変更した、手重系ディーゼル機関車1104号機を、動力車とし、 時に万五千0経過車を改造した客車庫量が使用されている。車両には平安ロマンをモチーフとした塗装を採用、平安の王朝色である黄色、山吹色でまとめられ、客車の倉庫にアールデコ風の黒の模様が入れられた。当期運休期間に JR 西日本の車両基地や工場で検査が行われるため、JR 線を走行することもある。予備の機関車として、 JR 西日本所属ので10156号機が1104号機と同塗装に変更されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。